ここで全選手を代表しましてコマンドモリション選手より新年のご挨拶です。皆さん明けましておめでとうございます。今日は寒い中 JWP 女子プロレス新道場亀アリーナに、お越しください。本当にありがとうございます。私たち JWP 女子プロレスは選手会から独立して、プロデュースから独立して、ピュアドリーム株式会社として JWP 女子プロレスを2017年、選手一丸となって運営していきます。今年も去年と変わらず、いや去年以上にですね、熱い応援をよろしくお願いします。はい、実はまだ今日初めてこういう会を開くのでですね、私どっちみち喋っていいかよくわからないんですけど、こんな感じでこれから道場マッチ、いろんなイベント、そして、スポーツ施設として皆さんに開放していくような施設にしていきたいと思っています。今後ともよろしくお願いします。まず新道場のこけら落としに先駆けましてですね、ここできちんと審議を行いたいと思います。今日は亀有香取神社の、神主さんにお越しいただきまして、これからここでお祓いをさせていただきます。よろしくお願いします。このように亀有香取神社神主さんによります道場開きを無料行います。亀有香取神社は勝負事の神様を祀っています。各種の道場、スポーツジムなどで祀られております勝負事の神様でございます。それでは払い言葉を登場いたします。皆様、軽く頭をお下げください。さて、幕も賢き柳の神、祝祀の日向の立花の野の萩原、急ぎ払え玉石時になりまする払え殿の神たち、もろもろのまがごと罪汚れあらんをば、払えたまえ清めたまえと申すことを聞こしめせと、かしこみかしこみ申す。どうぞお直りください。
どうぞお直りください。それでは改めまして、本日は JWP に吉井プロレスの皆様の道場開き、誠にお祝いいただきます。新しい年、より年を迎えまして、皆様にとってこの1年、そしてさらにその次の年も羽ばたく鳥のように飛躍の年となりますように、そして選手の皆様の安全を確認いたしまして、新年のそして道場開きのお祝いの挨拶と伺わせていただきます。皆様、本日は誠におめでとうございます。それでは乾杯。皆様、誠におめでとうございます。葛飾区との区境、足立区中川に新たに区を構えました JWP は、足立区、葛飾区、地域密着を目指して参ります。これから皆様に投げ入れますせんべいは、地元葛飾堀に一枚一枚丁寧に提供しています。かた焼き風味の松葉せんべいでございます。本来こういった儀式ではお餅を投げ入れるのが一般的だと思いますが、原料が同じなので大丈夫だということになりました。葛飾ホリティ松葉せんべい、どうぞ皆さんお受けくださいませ。いたしました。ただいまより JWP 新道場亀アリーナスペシャルエキシビションマッチを行います。はじめに青コーナーより藤ヶ崎弥子レオン組入場です。赤コーナーよりライディング浜で中森花子組の入場です。
ただいまに亀アリーナ小倉落としスペシャルエキシビションマッチ7分間を行います。青コーナー JWP 日経ジュニア並びに POP 選手権落ち者138パウンド藤ヶ崎ヤーコー132パウンドレオー赤コーナー176パウンドライディンハラウネJWP 認定無差別級並びにデイリースポーツ認定女子タッグ並びに JWP 認定タッグチャンピオン136パウンド中森花子レフリー決心スポット決心
間、残り時間3分。ちょっと、メロンコニューエーブの話になるということで、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 ニ
では、4選手の中に受賞のコメントをお願いします。はい、後ろにもお願いします。2年連続でニューウェブ賞を取れて、2年連続で取れたのはすごく嬉しいですし、ビジュアルハンターとしてもこれからどん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 来年もまたニューウェブ賞を取れるようにまた頑張りますので、お願いします。2年連続で見れるでしょう。はい、それではこの写真を撮っていきましょう。はい、ありがとうございます。おめでとう。はい、続きまして贈られます特別賞は、いろいろ協議しましたが、ラビットミュー選手ということで、決めさせていただきました。12月28日、5年半のキャリアで、引退しました。本当におしまいです。引退でございましたけども、これからの本当に、6年目、7年目のラビットミューのキャリアを本当に見てみたかったなと思いました。ただ何年からの評価も本当にいい、選手だったと思います。ラビットミュー選手に特別賞を贈ります。続きまして、ベストバウト賞。こちら12月28日後楽園ホールで行われました JWB にて無差別級選手権試合、中島有沙対中森花子と決定いたしました。お客様の名前は中島有沙両選手に贈ります。はい、では中森花子選手に受賞のコメントです。おそらく去年 JWP の試合だけで200試合以上あったと思うんですけれども、その中の1試合に選ばれたということは本当に嬉しく思います。ですがこの試合は私は挑戦者としての試合だったので、今年は王者としてこの賞を取りたいと思うのと、中森花子の試合はもう全部がベストバウトで1試合に絞れないというぐらいの熱い試合を毎試合したいと思います。ありがとうございました。写真撮影に行きます。ベストバウト賞は12月28日後楽園ホールで行われました JWP にて無差別級選手権です。もう一枚の先はこれは後日中島有沙選手に、お伝えいたします。さあ、残すところは MVP の発表となります。こちらの盾は、例年通りデイビス・コースさんに用意をしていただきました。それでは近藤さん、どうぞリングをお上がりください。2016年度 JWP MVP は中森花子選手です。例年通り盾なんですけど、ちゃんと名前がまだ入ってませんので、これから会社に戻って発注をして、また後ほど中森選手にお渡ししたいと思います。はい、お願いします。パックのベルト、そして年末には無差別級のベルトを奪取しました。もう JWP のこれからはもうこの人に任せたという雰囲気が充満しております。それから中森花子選手は、写真集の反響もあったんですね。正直僕も本当にもう僕も見てみたくなりました。はい、勝てないのか、勝てないのか、もう分かった、買います。勝てないります。じゃあそんなの桃の花子ちゃん、ちょっとチェックしたくなりました。はい、では中森花子選手、はい、お願いします。
JWP に入団して5年以上経って、初めて MVP という光栄な賞をいただきました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。私は今 JWP の3冠チャンピオンです。私が JWP の顔となって中心となって JWP を盛り上げてもっともっと大きくしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。改めまして、受賞者の皆さん、もう一度リングにお参りください。あといない人ばっかりですね。選手に揃ったところで写真撮影に移りたいと思います。皆さん、今日は寒い中、LVP 新道場こけら落とし祭りにお越しくださりありがとうございました。これから、もう少し、物販など皆さんだと交流する、お時間を持ちまして、帰り際にですね、今日の記念品をご用意してますので、受け取ってお帰りいただければと思います。次回、ここでの道場マッチは
1月15日第1回カメアリーナ道場マッチとして、みんなで、激しく楽しく試合をしていきたいと思うので、ぜひ皆さん来週も足を運んでください。明日もラゾーナ春日試合があります。明日もぜひお越しください。お待ちしています。ありがとうございました。